ラビルガイヌッティンラビルガイヌッティンは、ロシアのイスラーム指導者。ヨーロッパロシアムスリムシューム局代表、ロシアムフティ教会代表を務めている。1959年にタタールスタンで生まれる。1979年に、ブハラのミイリアラブマドラサに入学し、イスラーム諸学を収めた。終了後は、カザンのヌールイスラームモスクの指導者となる。 1985年にはソ連邦の公的ムスリム機関であるソ連邦ヨーロッパ部及びシベリアムスリム州務局にて初期として勤務した。1987年にモスクワモスクのイマーム、ハティップとなり、1991年にはモスクワイスラームセンターの代表に選任された。1994年1月29日にムフティに選出され、 ヨーロッパ・ロシアのムスリムを管轄する、ロシア中央ヨーロッパ部ムスリム州務局の代表に就任。1996年7月1日に、ロシアムフティ協会の代表となる。ガイヌッティングは、州務局の代表として、ロシア国内でのモスクの建設活動に積極的に携わり、1998年以降、約1000カ所のモスクの建設に関わった。また、 ロシアの政治エリートとも良好な関係を持ち、1997年には、モスクワ市長、ルシコフの協賛のもとに、大祖国戦争での戦死者を記念する、殉教者モスクをモスクワ市内に建設した。1998年に、友好勲章を受勲。政府の称号で呼ばれる、イスラームに関する研究著作も多い。ありがとうございます。